ファミコと学ぶ現役高校生座談会。県内の現役高校生たちに集まってもらってですね、子どもたちを取り巻くさまざまな話題に対して10代のリアルな声をざっくばらんに語ってもらおうと思います。今回もですね、神子と学ぶのもう準レギュラーと言っても過言ではありません。学校内の問題を研究されている名古屋大学大学院の内田良教授にもご参加いただきます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。学校も学年も異なる現役の生徒たちが集結。そんな皆さんが今何を考え、この社会をどう思っているのか、あえて質問をぶつけます。今の日本に期待を抱いている。あっ、やっぱり不祥事はなっちゃいけないんじゃないかな。どうせ言っても響かないから。答えが一つではない世の中だからこそ、一緒に考えたい社会問題と高校生の本音、みんなの話に耳を傾けましょう。ズバリ聞きます。恋愛はしていますか？どうぞ。おっ、×が5人で丸が1人。思春期真っただ中、高校生の恋愛事情。ちなみに生徒600人以上を対象にした調べでは、半数以上が恋愛をしていると回答。親が直接は聞きにくい10代の恋バナに迫ります。もう気になって仕方ないから、もう丸のサシャ君から聞かせてください。ちょっと恥ずかしいんですけど、今はお付き合いをしている？お付き合いはしてないですね。してない、こちらが思いを寄せている方はいる？はい、相手が分かっていないというか。アプローチはしてる？自分はやってるつもりなんですけど、話しかけたり、まあ、遊びに誘ったり、女性側 あの立場としてどうですか？でも女子からしたら、話しかけてくれる男子はめっちゃ嬉しいし、趣味とかそういうの聞いてくれたら普通にめっちゃ嬉しいです。どうです、趣味とか聞いてます？聞いてないですね。あ、ちょっと相手のことを知ろうとしてないかもしれないって今ちょっと思われましたね。そうか、勇気を振り絞って、ね、丸を上げてくれてありがとうございます、ね、うまくいくことを願ってますんで。じゃあ一方で罰を上げた5人、恋愛はそもそもしたい、それとももうそもそも興味がない？したいです。したい、はい、けど現状今機会がない。なるほど。どうですか、今って SNS とかもあるじゃないですか、実は高校生の4人に1人が出会いの場はインスタという調べも。人柄が分かり、共通の友達がいる安心感から増えているんだそうです。最近だったら SNS だと思うんですけど、私は直接がいいです。私もよくそのインスタグラムの DM とかで恋愛に発展されてる人たちよく聞きますけど、個人的にはなんかそのメールだけでっていうのはちょっと なしかなって思います。 SNS の方が最初話せる気がして、お互い目とかなんか見れないって子もいるから、 SNS で仲良くなってから会うっていうのがいい気がします。きっかけを SNS で作って、そこからまあ学校とかで直接話す。いや、内田先生、これも今時と言いますか、やっぱね、文字の方が話しやすいっていう人はたくさんあります。状況によって文字の方が伝えやすいこともたくさんあるんですね。あ、それはあの SNS で伝えるって意味ですけれども、決してどっちが優劣があるかってわけじゃないんですね。そんな中、 SNS 上で話題となったのがマルハラ。句読点の丸で終わる文面に怖さを感じる若者もいるといいます。みんなの意見は？その SNS 上ですね、チャットとかのやり取りで文章の最後が丸で終わるのはありかなしか、どうぞ。丸が2人に×が4人、ちょっと丸だと冷たい感じがする。ちょっと硬いですかね。硬い。いや、父親がやるんですよ、たまに。やっぱりちょっと説教口調と言いますか。なかなかチャットで丸って作文じゃないんですちょっと私も丸を使うのを今後ね、どうしようかなと考えてはいきたいと思います。SNS のメッセージどうしてますか？みんなで考えましょう。
2児の父、私吉弘がリポーターを務めます。犬山神子さんと考える子育て、神子と学ぶです。今回は高校生座談会、はい、お届けしておりますけれども、いつものように皆さんからご意見も募集しております。今日はですね、子どもの発言でハッとしたことです。ぜひ画面右上の二次元コードを読み取ってお寄せください。さて、マルハラなどもありましたけれども、はい、犬山さん、 SNS などでのメッセージですけれども、はい、どう感じますか？いや、まあハラスメントまで行くものなのかなっていうのはちょっと思うんですけれどもでも丸っぽいっていうのはまあ分かる気がするんですね、はい、でそうなると、私たちはじゃあ怖くない印象、怒ってないよ、なんかこう笑顔で喋ってるよってことを伝えるために、ちょっとにっこりした絵文字とかをつけるわけです、はい、ね。でそれをするとおばさん構文って言われるわけです。嘘、絵文字ダメなんですか？絵文字を多用するのがおばさん構文だって言われるんですけど、私はちょっとそれにはちょっと、いやいやいや、まるで怒られてる感じがするんだったら、その気遣いをおばさん構文だとやゆるなと、ね、もうね、世代間でいろいろ言いたいこと、ね、小島さんも言いたいことがありそうなんですけど、ちょっと一回こちらを行かせてください。はい、はい、いろんなことがあって、やっぱりこう10代とか20代というのは短文連投なんですよね。明日大丈夫、うん、そういえば水族館閉鎖決まったなど、一回で打たない、そういうことか、はい、ただ我々皆さん出演陣、30代以降はやっぱり長文傾向にあるわけなんですよね。でこれってなんでかというと、やっぱり10代とか20代っていうのはチャットの感覚なんですよね。で30代以降っていうのは、理由としてやっぱりメール感覚、一回でちゃんとこう要件を伝えなきゃいけないっていう思いがあるからこそこうやって送るんですけれども、逆にこの10代20代はすぐ既読がついちゃうと、せかされているような感じになっちゃうとか、早く返さなきゃって思って次々打つわけですか？次々打っちゃうと、で送信するんですね、はい、というスタイルがあるんですよね。でもやっぱりこう年代ごとにね、価値観ありますから、正解不正解というのはないんですけれども、こんなことも若者は言っている。まさに先ほど犬山さんが言ったように、はいはい、絵文字の赤いこのびっくりマークとか、語尾にカタカナマスト、絵文字が多い。小島さんがなんか全部当てはまってそうな雰囲気を出してますけれども、いや、絵文字にしちゃいますよね丸は確かに怖いっていうのは分かるんで、だからこそ絵文字にしてるんですけど、気遣いですよ。違うんですね、今、だって大人から若者に寮とか言わないじゃないですか。寮とかはなかなかね、やっぱり誘導むしろ失礼かなと思いますけど、あとこう小さい文字を使ったり、こう伸ばしの棒を最後につけてみたりと、いろいろあるんですけれども、やっぱりこれででもスタッフとも話していたんですけれども、我々がこう最初携帯電話とかでメールが出た時に、いやメールは失礼だ、電話しろなんていうようなことをよく言われてましたけれども、多分それと同じで時代ごとにいろいろ変わっていくんだろうななんていうようなことを感じております。皆さんどうでしょう、はい、10代20代と連絡取るときちょっと心がけてみてください。ちょっと絵文字は少なくしようと思いました、はい、よろしくお願いいたします。さて続いても、神子と学ぶ的に高校生と話し合いたいテーマをぶつけてみました。では皆さん、次の質問に行きます。今の日本に期待を抱いている、迷ってまだ迷ってる、あ、出ました、丸が2人で×が4人。次世代が将来に希望を持てる日本はどこへやら、およそ7割の中高生が10年後の日本に不安を感じるというデータもあるほど、リアルな声に耳を傾けます。お母さんとか身近の人の国に対する不満とかを聞いてたら、期待できないんじゃないかなって思って。税金もすごい上がってばっかだし、日本を良くする政策もあると思うんですけど、なんかあんまり広まってないというか、あんまり聞かないから。日本に限ったことでもないと思うんですけども、自分が大人になった時に気持ちよく税金を納められるような政治をしてくれていたらいいなとは思います。今の日本の政治にちょっと不透明感があるんじゃないかと。やっぱり不祥事はあっちゃいけないんだ、もうみんなのお金を集めてやってるわけなんで、そういうところはきちんとしてほしいなと。彼らと同世代18歳への意識調査では、およそ9割が今の日本の政治に不透明感を抱くという回答も。どうすれば変えられるのか。選挙とかもう若い人の意見とかもう反映されてないような気もするので、
もうちょっと国民と政府の人たちが近づける機会とかを設けられたら、うん、遠いから選挙行かないみたいな、どうせ言っても響かないから行かないみたいな感じだと思うから、若い人はもう本当ごもっともですよね。いや、みんなしっかり考えてるなって思いました。本当はね、国の政治家だけじゃなくて市や県の政治家も含めてね、この若者の声を聞くっていうことはすごく大事だなって、そしてまさに今日だって皆さんの声を聞いていて、こんなに考えてる高校生がいるんだって思ったら、今自分の気持ちは丸です。これは日本社会明るいぞって、まあ、皆さんも成長するにつれてだんだんいろんなことが見えてくるようになります。そういう中ですごくいい場面もたくさんある。あ、こんなに頑張ってくれてる人がいるんだ、この人に頼ってもっと明るい未来が開けるかもしれない、そんな風に感じることも不安以上にたくさんいいこともあります。これからの日本に期待が持てるよう、いいところにも目を向けていきましょう。最近で言うと大谷選手、僕大好きなんですけど、世界で活躍しているから、日本が世界で活躍できるようになっていきたいなっていう、日本でこう過ごしていてもこうワールドワイドに活躍できる、そういう素地というのは身につくんじゃないかと。確かにこう日本の経済とか見ていると、ちょっとこう不安に思うところもありますが、この日本人のこう優しさというか真面目な一面とか、その日本のこう国民性とかっていうのは本当に誇れるものだと思うので、もうちょっとこうグローバルに考えたら日本はどうにか救われるんじゃないかなと思って、今の状態ではあんまり期待はしてないんですが、まあ、政治問題や経済大会や、まあ、少子高齢化っていう問題がありますけど、まあ、その中でも日本は医療技術や情報技術も発展してて、いいものにできるポテンシャルがある国だと思うんですけど、明るい未来を日本に迎えてほしいなと思います。犬山さん、高校生の皆さんの話を聞いていると期待はできると牛田先生も言っていましたね。いや、そうですね、本当に皆さんよく考えられてて、まあ、今日のその皆さんの言葉はぜひ行政の方々、国の方、ぜひ身に、ね、こうしっかりと受け止めてほしいなと思うんですけれども、やっぱこれ将来に期待持てないというのは大人の責任なので、頑張ってる姿っていうのを内田先生も、ね、おっしゃってたんですけど、こんないい取り組みをしている人たちがいますよとか、子どもたちの声を聞くためにこんなことをしてますよっていう、そういう活動も私たちそのメディアの方も、ね、どん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 発信していければいいんじゃないかなというふうにも思いましたね。あと裏金ですね、やっぱりね。そうですね、はい、やっぱり不透明感があってはいけない、本当に真摯に向き合ってほしいなと感じます。そして今日は子どもにハッとさせられたことということで、ご意見募集しておりました。皆さんお寄せいただきありがとうございます。1通目、はい、お母さんからです。幼稚園に入ったばかりの5歳の娘が、あ、パパってママのこと大好きなんでしょうと指を指して、キャーキャー林立てました。汗、そうよ、ママのこと大好きよと焦って答えていました。幼稚園でまるちゃんはまるくんが好きというのを見てきたのでしょうか。ハッとしながらも嬉しく楽しかったです。最高ですね、そういう光景。家族仲いいんだね。ではもう一ついきましょう。はい、カープリンさんです。忘れられない長女の目と言葉ということで、今では許されないことですが、子どもたちに手を挙げることがありました。ある日、当時12歳の長女に手を振り上げた瞬間、母さんはいつもそうやって私を怒る、叫んで叩いてたら済むと思うとるんと、目に涙をためてきっと私を睨みながら言いました。その日以来手を挙げることはやめましたということです。お寄せいただきありがとうございます。ではもう一ついきましょう。はい、4月の雪うさぎさんです。ありがとうございます。まだ子供が小学生くらいの頃、授業中居眠りしていたら怒られるのに、議員は寝ていても怒られるのはなんでと言った時には答えに困りましたということです。犬山さん、大人もそれ思いますよね。なんで怒られないんだろうって、ね、私だってこれ今ここで寝たら怒られますか ね、 ね、絶対にもう本当に次から来ないでいいって言われるかもしれませんけれども、ね、これ本当に説明をしてほしいですよね。ね、なんか議員が忙しいからっていう理由にならないと思うんですよね。ただあの前ワニ動画を見てたみたいなことでしっかりと、はい、なんでしょう、批判はされていたので、うん、昔からちょっとはそう寝るっていう行為に対しては厳しい目が入るようになってきたのかなとは思うんですけど、それにしてもですね、本当ですよね、しっかりとも今ね、配信などもありますから、しっかりやっていただきたいなと思います。そしてここでお知らせがあります。
湯崎知事犬山さんと一緒に子育てについて考える車座会議の参加者を募集します。テーマは社会全体で子育てを支えるってどういうことです。日時は8月28日水曜日午後1時から福山市の一瀬戸内での開催です。画面右下の二次元コードを読み取ってぜひご応募ください。私も参加いたします。神子と学ぶお伝えしました。